12月9日土曜日放送のゴブゴブ MBS 午後1時54分から3時関西ローカルは掛布正之と阪神タイガースのアースポット巡りの後編を送るダウンタウンの浜田正俊と相方ゲストスタッフがゴブゴブの立場でロケを行うゴブゴブ今回の相方はミスタータイガースの愛称でファンに親しまれている掛布正之。 1973年にドラフト6位で阪神タイガースに入団。本塁打王3回、打点王1回、ベストナイン7回、ダイヤモンドグラブ賞6回、現在の三井ゴールデングラブ賞、オールスターゲーム10年連続出場などの成績を残し、不動の4番打者として球団初の日本一に貢献した。1988年に現役を引退した後も、野球解説者としてテレビなどで活躍中。 阪神タイガースの18年ぶりのリーグ優勝、そして38年ぶりの日本一を祝して、阪神タイガースゆかりの場所や、掛布の思い出の場所を巡っていく今回のロケ。11月18日の放送では、日本一タイガース推しのアー、兵庫、尼崎中央商店街、阪神の大砲アーを育て上げた店、として佐藤てる、佐藤てるあが昔から通う定食屋を訪れた。後編では、 岡田、明信、監督行きつけ掛布とアーナ店へ。掛布とはタイガース同期入団の中谷健平さんが経営する居酒屋、健平を訪れる。タイガースに5年間在籍し、若手時代は掛布と講師ともに常に一緒だった中谷さん。しかし、最近は会えておらず、今回が20年ぶりの再会となる。中谷さんを喜ばせようと、浜田を連れて行くことは内緒にしていた掛布。 今日、友達を連れてきたんだけどいいかな、という掛布の言葉に続いて浜田が姿を見せると、まさかの訪問客に中谷さんはびっくり、え、すごいやん、と大喜びする。店内には、岡田監督のサインや入団直後の掛布とのレア写真が並ぶ。久々の再会で昔話に花が咲き、阪神タイガース選手寮、古風草、での陳事件のエピソードには、浜田も、え、 それはすごいですね、と驚愕。昭和プロ野球界の豪快なエピソードをきっかけに、ロケは思わぬ展開に。最後は、阪神タイガース伝説のシーンアーの場所、伝説と言ったらアーでしょうね、やっぱりアーですかね、と二人ともピンと来た様子。到着したのは、阪神タイガースの聖地、甲子園球場。アートは、1985年。 バース掛布、岡田が三者連続でバックスクリーンへの本塁打を放ったタイガース史上に残る伝説のシーン、バックスクリーン三連発のこと。掛布は今まで見たことのない甲子園の景色、自分が放ったバックスクリーン側からの甲子園の景色を見てみたいという。 バックスクリーンに向かう通路の両脇には歴代の始球式を務めたゲストのサインボールや1985年の選手名の掲示板などレアなグッズが整然と飾られているもちろん掛布のプレートもそしてついに掛布人生初のバックスクリーンへちょうどグラウンドでは選手が練習中で覗き窓から甲子園の景色を一望 初めて見る景色に感慨もひとしおの掛布は現役時代のグラウンドでの思い出を語り出す。ここでスタッフがバックスクリーンでの記念撮影にぴったりな人呼んでるでと発言。二人が、え、誰、と戸惑う中、まさかの阪神タイガースレジェンドが登場。めったに見られないスリーショットでの記念撮影に掛布は大満足する。 ほか、掛布が解説する今シーズン優勝の原動力となった真の MVP プレイヤーにも、浜田は興味津々。そして、今だから語れるバックスクリーン3連発の裏話も。実は掛布だけバックスクリーンではなかった。歴史を覆す真実が明らかとなる。